皆さんこんばんは。今回はですね、炊飯器を使ってチーズケーキ作っていきたいと思います。はい、じゃあもう早速作っていきたいと思います。まず卵3つ使うんですけども、こちら黄身と白身分けてあげてください。よいしょ。こちらまず白身の方に砂糖小さじ1杯ほど入れて、泡立て器で泡立てたいと思います。メレンゲにねしたいと思います。今角が立つぐらいまで泡立てたいと思います。じゃあこんな感じでいいね。はい、こんな感じでメレンゲを仕上げておきます。今度はこちら普通の別のボウルにクリームチーズ 200g、 これ常温に戻しておいてください。ではこちらね、クリームチーズ 200g 入れたら、ここに卵、黄身の部分ですねを入れてあげて、こっちもちょっとね滑らかになるまで潰していきます。もう常温に戻してるんでね、すぐ潰れると思います。で、軽く混ぜ合わせたら、ここに生クリームを200で、今回は僕はもうホットケーキミックスも使って、ちょっとあとメレンゲ入れるとき砂糖を使ってるんで、今回余分に砂糖とかは追加しないです。で、これを混ぜ合わせます。はい、ここにレモン汁茶こしでね、こして種とかが入んないようにしたものを、大体大さじ1杯ぐらい入るようにしてあげてください。で、これも軽く混ぜ合わせます。では、ここにホットケーキミックス 200g、 と牛乳 50cc、 はい、これを混ぜ合わせます。ではそこに先ほどのメレンゲを入れて、でこれ入れたらもうそんな混ぜ合わせすぎないようにさっくりとね、下から全体になじむように、これで生地の完成です。では炊飯器に溶かしバターですね、こちら溶かしバターをまあちょっとハケで塗ってあげて、そしたらこちらを流し込みます。で、炊飯器に流し込んだらちょっと叩いてあげて沈めてあげれば、こちらをあとは炊飯器で普通に炊くだけです。で、まあ僕のやつ5合炊きなんですけども、3合炊きとかね、ちょっとちっちゃいやつだったらもうちょっと分量は少なくしないといけないんですけれども、この状態で普通に炊飯器で炊きたいと思います。で、ちゃんとプルプルで、中に火が通ってるかどうかは箸とか一回突き刺してみて、これで生地がね、まだ湿ってる生地がつかなければもう火は通ってるの で、まあ、この状態、熱々の状態を食べてもいいんですけども、一回冷ましてあげてしっとりさせたいので、この状態でまあラップとかをしてあげてちょっと冷やしたいと思います。では早速1日経ったチーズケーキ実食していきましょうか。はい、いただきます。で、本当に多分、焼いた後すぐ動画撮ってるんですけど、その時めっちゃふわふわだった、もうプルンプルンしてたんだけど、やっぱり置いたら冷蔵庫冷やしたらすっごいしっとりしてる。しかもなんかずっしりしてるよ、ね、ちょっといい、うん、もうすごいね、なんかベイクドチーズケーキみたい。そうそう、すっごいもうしっかりしてる。いただきます。うん、あ、本当に
チーズケーキとホットケーキの間ぐらいだね。やっぱホットケーキミックスが強いからかな。美味しいよ。美味しい美味しい。いただきます。すっごいしっとりしてるね。食べた感じはあの何その食べた感触は完全にチーズケーキ、うんうん、でも焼きたても食べてみたかったな。ふわふわ。いや俺多分こっちの方が好きかもしれない。しっとりしてる方か、うん、でもあっちはスフレのチーズケーキみたいになってる、ね、喉が乾かないもん。まあめっちゃしっとりしてるもんね。そうパサパサしない。いや最初、うん、あの一瞬微妙な感じ出たけど、うん、それ甘さがなかったの、うんうんうん、でも普通のチーズケーキより好きかもしれない。何なんだろうな。あのねいくらでも食べられる。そうあのしつこくないから、なんて言えばいいんだろう。大人の人はこっちに。そう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 。じゃあこうちゃんが言った通り、さっきホットケーキミックスとチーズケーキの 間って言ったら多分味の話なんですよ。ホットケーキミックスの味がするのまず、うんうん、でその後にチーズケーキが来てって感じだから、でめちゃくちゃ甘さも控えられてて、でしっとり感もするから。これ飲み物今回用意したんですけど、飲み物飲んでないのはそのせいです。なんかめっちゃしっとりしてるんで、甘いと思って、甘いし多分口の中の水分持っていくかなと思って、そう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 、コーヒー用意したんですけど、ただブラックコーヒーとはめっちゃ合います。めっちゃ合うと思う。砂糖がそんな入ってないからそんな甘すぎもしないし、大好きこれ。これ美味しいね。だから本当にダイエットしてる人いるじゃん、うん、まあもちろんねこれ食べてる時点でダイエットにはならないかもしれないけど、少しでも抑えたい人とかは全然これでいいと思う。あ、そうだ。ちなみに、うん、僕のあの炊飯器だと、うん、あの普通に炊いたら1回目だとまだ火が通りきらなかったね。2回炊きました、うん、なんか合計3時間ぐらい炊いてます。なるほどね。これ綺麗に焼き色もつくしね。これさジャムとか入れてみたくない。あ、うん、もうそういうレシピもあるみたい。これ絶対ジャムうまいと思う。間に間とかその生地に混ぜる段階、ね、そうそうそう、うんうんうん、普通に美味しい。伝わるかなこのね、すごいね、ずっしりしてしっとりしてんだよね、うん、いや俺ね、何がすごいってまずさ、炊飯器で作れたこともすごいんだけど、これだったらちっちゃい子と一緒に作れるじゃん、うん、火使わないから。だから初めてあの何お菓子作りするあの子供と一緒にやるのはすごくいいと思うんだよね。失敗しないと思う。絶対失敗しないと思う、うん、いやこれは、うん、ホットケーキミックスがすごいのか炊飯器がすごいのかどっちなんだろうね。だからあの結構レシピによっては、うん、もうほとんど粉を使わないところもあるんだよね。もう基本クリームチーズと卵とでほんの少しの粉でやるともう本当にがっつりチーズなんだと思う。あ、でもあれだよね。でもその粉使ってる感っていうかさ、そのさしっとり感はさ普通にさコンビニとかにあるさチーズケーキ美味しいじゃん、うんうん、あれとほんと引け取らないと思うよ俺。もっとバサついてると思ってたもん、うんうん、なんだろう俺はもうこれでいいレベルかな、うん、あとは何甘さを足すか味付けをするかのレベルでいいと思う。あでもこれ普段食べるぐらいだったらこれでいいもん。これくらいの甘さで作ってみんなで食べれるように、で、うん、それにあと生クリーム添えてあげたりとかしてあげれば多分甘みが抑えられてる人も、あもうちょっと甘みが欲しいなっていう人もそれで合わせられると思うから。ちょっと待って今ちょっとジャムつけてみない。あいいよ。絶対うまいと思うんだけど。ではジャム持ってきたんで、これ多分いただいたジャムかもね。そうだね。大人のためのいちごジャムだって。こっち大人のためのヒューガナッツジャム。ちょっとつけてみて。もう俺全然これ美味しいんだけど。俺もちょっとね一瞬甘さが足んないなと思ったけど全然だった。しつこくない。結局そう全然いける。それに行き着くんだよね。はい、ちょっとじゃあ食べてみますね。いちごジャム、はい、大人のいちごジャムだから、ほら何赤くないっていうか、あの確かに純粋な色なんだけど色素使ってない感じね。もうほんまにいちごしか使ってないみたいな。うん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 、ありよりのありあんまりこのケーキ自体が主張しないから、うん、どんな甘みにも合わせられると思う。すごいあり。美味しいね。これでももともとレモンも入ってるからレモンのジャムとか次合うと思う。あすげえ美味しいじゃん、全然うまい。でさ結局さあのもう一個何が言いたいかって言ったらさ、やっぱさ自分たちで作るとさ美味しさって増さない。わかるわかるわかる。そういう感じもちょっとあるよね。あと何より安いし、この量が作れて。確かに。ヒューガナッツやってみよう。ヒューガナッツ。こんなに実食時間取ったの初めてじゃない。ね、うまい。あんまりかけすぎないです。はい。うん、甘いからね、うん。ちょっとでいいよね。ジャムはほんのちょっとでいいと思う。確かにジャムを入れた瞬間一気にあの何ね、満腹中枢じゃないけど。ああ、わかる。わかるわかる。
満足感ね、うん、俺こっちの方が日向夏の方が好きかもしれない、合わせるのマーマレードみたいな方が。こっちだともう売ってないね、うん、すごい美味しい。これもうお店に出してほしいレベルのうまさだね。これやばい、これめっちゃ合うわ。こっちの方がうまい、好きかも。だって結局2人で半分食べたからね、あんまり2人とも甘いの食べないから。これは当たりだよ。特にこうちゃん食べないじゃん。俺が食べれる、俺こんな見た目だけど本当はそんな甘いものが得意じゃないから俺ね、しかも甘いもの得意じゃないくせに買いたがりなの。コンビニとか行っても、まあ、今はもっとこのちょっとさ糖質抑えてるからさ、うん、買わなくなっちゃったけど、昔別に何も制限してない時ってしゅっちゃん結構甘いもの好きじゃん。甘いもん買うと俺も欲しくなるわけ、うん、なんか知らないけど、うん、買っちゃうのよ、うん、でも食べない、うん、結局それを全部しゅんちゃんが処理してくれるみたいな感じだからそうだね、そんな感じで結局買いたいなーって欲はあるんだけどいざ食べなくなるから、うんうんうん、そんな感じなんだけど、そんなこんな見た目だけどそんな食べない俺でもすごいいろいろなんか要素そうだね、俺でも全然食べられるから、だからね本当に全然甘いのが苦手な方にもデザートとしていいかもしれない。うん、そうだね、うん、間違いない。で僕が今回食べてみてみんなに本当にいいなと思った部分はやっぱ食感だね。パサついてなくてしっとりしてて本当にあのすごい濃厚なチーズケーキに近いです、うんうんうん、そこが僕が一番良かったなと思う点、思う点です、はいはい、あとはやっぱりあのちっちゃいお子さんとか火やっぱ危ないんでそういうのを使わずに一緒に楽しんで作れるんじゃないかっていうことで、そういう部分でもちょっとおすすめしたいかなという。だから今まで の, その料理のやつさ結構さやっぱ火使うからさ、うんうん、やっぱりあの大人の人じゃないと無理だったけど、今回のはやっぱおかしいっていうのもあるし、あのお子さんと一緒にぜひ作ってもらいたいなと思います、うん、ほぼほぼ包丁は使ってないです。レモン切ったぐらい。ああなるほどね。で包丁使わなくても、まあ、最後はねこの切り取るのは使ってるけど、あそうだ、ね、その調理過程では使わなくて済むの で,、うん、でレモンも別にレモン汁の瓶とか使ってもいいし、うん、って考えたら本当にお子様とお子様とお子さんと一緒にお子様でもいいよ、お子様と、ね、丁寧に言い過ぎちゃってね、うん、うん、子供とあいい差が間ないのまあ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 、そうそうね、はい、まあ、お子さんと一緒に作って美味しく食べることもできると思うので、はい、ぜひぜひ作ってみてください。そう結構ねあの主婦の方がねコメントくださってたんで、あのお子さんにね作ってあげてるってコメントもあったんで、うん、あのそういう方はぜひぜひ作ってもあの感想とかねいただけたら嬉しいです。あの彼氏に作ったっていうのもね来てたからそれ見てるからあーそっか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 作ってあげて、そうだね、男の人はどちらかといえば甘いものよりも多少ね甘いさ控えめの方が多分好きだと思うんで、しかもガッツリ食べれる、こういう風にして何かで足してあげるっていうのもありかなと。で甘いのが好きな方はさっき言った通り多少砂糖を足してあげたりとかするのでいいと思います。はい、フィニッシュフィニッシュ。じゃあの海外の方もね見てくれてるっていうねレッツクッキングフィニッシュ、そこだけじゃねえかよいやでもありがたいですね、チーズケーキ、はい、多分違うと思う発音、チェスタースみたいな、チェスタース T 入ってるじゃん途中、チェスターみたいな感じの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 はい、ということで、まあ、今回ちょっと実食が長めだったんですけども、最後まで見てくださった皆さん本当にありがとうございます。はい、ちょっと僕たちも初の試みだったんでね、うん、あの結果いい方向に結んでよかったです。ボーノヤミボーノでしょ、これはボーノはこれはボでもこれはボーノだよ、ヤミ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 、はい、ということで、はい、以上になります、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまです、美味しかった。ぜひよかったら作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ、バイバイ。